女性500人のアンケート、辞めても応援したいジャニーズタレント、3位タッキー、2位ヒラの使用、1位は、ジャニーズ事務所を退所する、辞め、ジャニーが増加傾向にある中、ファンたちが退所後も応援したいと願うジャニーズタレントについての独自アンケート調査が行われました。全国の20代から40代の女性500人を対象に、2020年以降にジャニーズ事務所を退所した主要なタレント12人について、 応援したいやめ、ジャニーを選んでもらいました。その結果、トップ5のジャニーズタレントが選ばれました。以下、ランキング5位から1位までをご紹介します。第5位、岸、ユータ41票。岸、ユータは、すでにキングプリンスを脱退しており、初主演映画のプロモーション活動のために対処時期が遅れたとされています。彼に対する応援の理由として、ファンからは以下のような声が上がりました。 ジャニーズの先輩にも後輩にも慕われている感じがよくわかる。バラエティ番組向きだし、これからもテレビで見たい。40代派遣社員東京都。この時期に対処するのは、周囲からいろんな目で見られて大変だと思う。そんな中でも、自分の行きたい道に向かって岸くんらしく純粋に進んでほしい。40代無職神奈川県。第4位、長瀬智也、61票。元 k キ o の長瀬智也は、 2021年に対処し、表現者として活動しています。彼に対するファンの声は以下の通りです。昔から大好き。芸能界から身を引いた今も、自分の思うままに生きる姿を見て、前より好きになった、40代会社員岡山県。特にジャニーズのファンというわけではないが、この人はドラマなどで見てファンになった。今も好きなバイクに没頭したり、素敵な年の重ね方をしている。 30代パート京都府。第3位、滝沢秀明、91票。滝沢秀明は2018年末にタレントとしての活動を引退し、演出家やプロデューサーとしての道を歩んでいましたが、2022年10月末に退所し、新会社、戸部を立ち上げました。彼に対するファンからの応援メッセージは以下の通りです。ジャニーズ事務所にあれだけ尽くした上、 新会社立ち上げには葛藤や様々な圧力があったはず。負けずに頑張ってほしい。30代主婦神奈川県。タッキーを応援することイコール、タッキーを慕って集まってきたタレントたちを応援することになると思う。期待してます。40代会社員埼玉県。第2位、平野市九93秒。平野志陽は対象後、滝沢秀明氏が設立した、戸辺に合流し、 その活動が高く評価されています。彼に対するファンのコメントは以下の通りです。海外進出を希望も叶えられず、事務所に追い出されたようなもの。すごい才能も持ち主だからこれからも応援します。30代主婦北海道。母子家庭で育ち苦労したのに、また事務所とゴタゴタして本当にかわいそう。自分の夢に向かって頑張ってほしい。40代アルバイト愛知県。第1位中井正宏。 148票。トップワンに輝いたのは、元スマップのリーダーである中井正広氏です。2020年に退所し、個人事務所を設立しました。彼はチャリティー活動などにも積極的に参加し、その人間性のファンから高く評価されています。長年スマップのリーダーとして色々大変だったと思うし、人への気遣いなどが素晴らしい。病気に負けずこれからも頑張ってほしい。30代パート福島県。 対処後も、ジャニーズのタレントたちと連絡を取ったり、自分の番組に呼んだりしてくれる。後輩たちには頼りがいのある先輩だと思う。20代、公務員、大阪府。自分では言わないけど、いろんなところへ支援したり、寄付されたりしていると、報道で知りました。人間性が素晴らしいです。ずっと応援します。30代、無職、富山県。その他のランキング、第6位、北山博光、元キスマイフット2。 第7位、森田、ゴー、元 V6、第8位、三宅、健、元 V6、第8位、手越優也、元ニュース、第10位、近藤正彦、第11位、神宮寺優太、元キングプリンス、第12位、岩橋元気、元キングプリンス。やめ、ジャニーが増える中、女性ファンたちは対象もも愛するジャニーズタレントを応援し続ける姿勢を見せています。 これからも彼らの新たな活動に期待が高まります。ジャニーズタレントたちのこれからの活躍に注目しましょう。ジャニーズ事務所を退所したタレントたちに対する女性ファンの支持は、彼らの人間性や新たな挑戦に対する期待から高まっています。中井正宏氏が圧倒的な支持を受け、トップ1に輝きました。一方で、平野紫耀や滝沢秀明なども多くの票を獲得し、応援の声が多く寄せられました。 これからも彼らの新たな活動に注目し、彼らがファンの期待に応える姿勢を見守りたいと思います。ジャニーズタレントたちの輝かしい未来に期待が高まります。の